皆さんこんにちは、こんばんは、おもちです。ゆるエピキャラ、今日も変えていきます。今日のお題は何にしようかな。もうすぐクリスマスですよ。というかこの動画が出る頃にはちょうどクリスマスイブかな。できました、おもちからのクリスマスプレゼントです。スパレジ出ますように。ハッピークリスマス。おお、かなりよく仕上がっている。いいこと言ってくれるね。上がるかな。もういっちゃう。あ、間違えた。値上げ交渉する前に言っちゃった。あ、まあいいか、喜んでたし。売れてしまったんで急いで書かねばな。ちょっと時間をかけずにさささっと書く練習も兼ねて急いでみるよ今日は。あれ動物じゃないよ。やばいな、なんかほんと動物みたいになっちゃった。毛量がおかしい、毛量がおかしい、毛量がおかしいけどもう行くしかない。それっぽい、それっぽい。大変不安定なライフラインができそうです。バランス何もかも共に不安定です。大丈夫でしょうか。こんなさらしみたいなの巻いてたっけな。え？いいや。顔。なんか目尻が跳ねてる覚えがあるんですけど、違いました？これでみんなの命は守られた。よし。ドローンってどうなってたっけ？なんかピヨピヨって出てなかった？こんな感じ。ウィーンって。今日は本人を回復してあげているっていうことにしてあげよう。いつもご苦労さんっていうねぎらいを込めて、イエロドローンが本人を回復してあげる。いいね。クリスマスだね。なんかちょっと物足りない気もするけど、いいでしょう。完成度は高い。さあ、行け。どうしようかな、おまけは。横向きにしてみるか。あ、またジョージ来てくれた。ジョージ619。高め。やっぱり回復だから？あ、下がった。なんで、500円も値引く。もう買ってください。やられたな。重要な人がすぐ訪れる予定ですって。なんだそれ。一応。関係あるものを最後に書きたいんだけど、どんな形してたかな。なんかこんな形じゃなかったっけ。あと足がないとダメか。飛んでくるもんね、上から。あ、せっかくだからケアパケ何が積んであるかまで書けばよかったな。強引に書いちゃうか。なんかちょっとなんか模様みたいなの見えるよね。細かい？なんか汚ね。汚ね。つぶつぶ。みかんのつぶつぶみたいになった。はい。誕生日プレゼントを取りにいらっしゃい。はい。
完成。どうかな、売り切れどういうこと、売ってますからなんかさっき重要人物とかなんかメッセージが出てたのは、どなたか新しいお客さんでも増えるのかな。お迎えしなければ、あんまり変化は見られないね。メインストリームのゴミゴミ言われてますやっぱりケアパケの中は武器が良かったのかな。クリスマスだからもう一丁変えとくか。やばい、最初からなんか間違えたどうしよう、あ、なんか怖い生き物になりそうこれがなんだ、どうしようかな。いや、もう書き直さない。真っ赤なのかなって歌があるぐらいだからな。どうすればいいのか、こういうこと？あ、で、サンタさんどこに乗ればいいんだろう。あ、後ろか。おまけで書いたつもりがなんかひどいことになりそうだな。お、買ってくれる？ちょっと待って、今サンタで忙しい。367、明るい。あ、間違えた、また。どうしよう、ソリに乗ってる感が皆無なんだが。こういうこと？片手運転でいいか。それはどうなってんの？こういうこと？わからないな。だってサンタ見たことないし。みんなないよ。あ、いいんじゃない？なんかそれっぽい。わー、色塗ったらなんかすごい。わー。いや、赤だけどいくらなんでもやりすぎたかな。いけいけー、信じていけー。これでいいかな。トナカイってこんなんだったっけ。怖っ、怖っ。よし、みんながいいクリスマスを迎えられますよね。メリークリスマス。さあ、これで今日の絵はおしまい。買ってって。クリスマスだよ。あ、初めて見ますね。この人。スペシャルな評論家。なるほど。あ、ちょっと待って。視察に来られた感じ？まずかったかな？あ、技術を習得。将来有望なアーティストは興味深い未来をオファー。成功したってことかな。次の舞台へ進展ってある。買ってってよー。わーい、評論家に認められたってことだ。おめでとうございます。でも値段はつかないっていう。まあもうあれですね、次の舞台に進展ってことですから、ストリートの皆さんにはもうこの価値がわからないってことですね。でも値段つけてほしいな。うん、もうここでは売れないんですか。ストリート出身なのにストリートのみんなが冷たいよ。クリスマスだって言うのに暖かくしておくれよ。さて、ずいぶん待ってみました。全く売れる気配がないので、こんな日もあるよねってことで、今日は悲しみのサンタと
もはやトナカイかどうかも怪しいこの絵でおしまいとしたいと思います。エイペックスのキャラクターが売れたからいいんだ、うん、ああまた罵られてる。じゃあこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。おもちでした。またね。バイバーイ。